リン、あんまり張り切って一人で行動してると迷子になるわよ。地区の高校が一堂に会すると圧巻ですね。それだけじゃないみたいよ。隣の競技場も使って中学校の地区大会も行うんですって。あ、ユキホも言ってた。後でアリサちゃんで見に来るって。実際の活動を見てから進学先を決めたいって子も多いよね。学校見学会の部活版みたいな要素もあるのかな。私たちアイドル研究部の競技もあればよかったわね。それは楽しそうだけど、スクールアイドルが参加する競技ってあるとしたらどういうのかな。ライブしながらかけっこするとか。きっとすっごく楽しいんだ。それはちょっと大変そうかも。それにしてもどこもすごい人だかりね。うわ、こんなに人がいるとライブしたくてうずうずしてくるわね。ダメだよニコッチ、今日の主役は出場者のみんななんだから。わかってるわよ。あれ、あっちの観覧席なんだかすごく盛り上がってるみたい。ほんとだ、チアガールの人たちがダンスしながら応援してるみたい。あれはマヨチン、どうしたの。あの人、スクールアイドルの雑誌で見たことある。チア姿も可愛い。他校のスクールアイドルも応援に駆けつけてるみたいね。ニコたちも負けていられないわ。やるからには全力を尽くすわよ。その調子、うちらの応援を楽しみにしてるってみんな言ってくれてるからね。誰かの応援が自分を支えてくれる感覚、私もよくわかります。そうなんだ、じゃあたくさん応援しないとね。あ、そうだ、ウミちゃん、弓道の試合って何時から始まるの。リンたちも絶対絶対応援に行くじゃん。気持ちは嬉しいですが、今日はミューズとして皆さんの応援を任されているのですから、弓道部のみんなは私が責任を持って応援しますので気にしないでください。でもほら、みんなそろそろ試合が始まるわよ。会場へ急がないと。寒いって、寒いって言うから。いよいよバレー部の初戦ですね。私まで緊張してきました。みんな頑張れ。ちょっとリン、まだ試合は始まってないでしょちょっとフライングしちゃったんじゃ。マキ、今朝から気になっていましたが少し元気がないように見えます。え、リン、全然気がつかなかったにゃ。マキちゃん、大丈夫。体調が悪いわけじゃないけど、スポーツの応援ってあんまりしたことがないからうまくできるかわからなくて、ちょっと緊張しちゃってるのかも。なんだ、大丈夫だよ。頑張れって思う人に頑張ってって言えばいいんだよ。そんな単純なリンの言うことは案外的を射ているかもしれません。ほら、試合が始まりますよ。とりあえずやってみましょう。みんな頑張って。危ない場面もあったけど、なんとか勝ててよかったにゅ。選手の皆さんはもちろん、応援の熱気も素晴らしかったですね。次のソフトボール部の会場にも急がないと。あ、見えてきたよ。もう始まってるにゃ。あ、もうワンアウトみたい。早く応援しなきゃ。ちょっとリン、あんまり走ると危ないわよ。ここからなら声だけでも届くかもしれないにゃ。どうするのですか。まずはここから応援にゃ。カットだせー。ちょっとリン、やったにゃ。ナイスバッチ。マキちゃん、何するにゃ。攻守が逆です。今は守りの回ですよ。あ、ファールで助かりましたね。あと短距離走のトラックも近くにあるから邪魔になるといけないわ。ごめん。さ、気を取り直して急ぎましょう。まだ1回の表なんだから間に合うわ。都会にいなくちゃ何もできないって思った。ナイスセーブ。い
よいよ7回裏、踏ん張りどころね。応援にも力が入りますね。あと2点、逆転勝利も狙えますよ。9回じゃないのにもうおしまいなの？それは野球でしょ。ソフトボールは7回までって決まってるのよ。体育の授業だとそこまでやらないから。私もさっき知ったんだけど、実際にこうして真剣に試合を見るまではなんとなく違うスポーツだということしか分かりませんでしたが、興味深いですね。あのくるんって手を回して投げるのとってもかっこいいんだ。投げ方にも種類があって、あれはファストピッチルールって言うんだって。名前もなんだかかっこいい。リンにもできるかな。ソフトボールは10人でやるスポーツですから、ミューズのみんなでやるとしたら1人足りませんね。リンが2人分やるじゃん。任せてじゃん。ちょっと勝手に頭数に入れないで。やるなんて言ってないでしょ。リン、マキちゃんと一緒がいいな。な、何恥ずかしいこと。やればいいんでしょ、やれば。マキちゃんはやっぱり優しいにゃん。ほら、二人とも最終回が始まりますよ。ファストバケー、おとのき、ファイト、ファイト、おとのき、ナイスバッティング。一塁、もしかしたら二塁まで行けるかもしれません。やったにゃ、タイムリーツーベースヒットにゃ。同点ですね。まだ二塁にランナーが残っていますから絶対行けますよ。最終回で逆転勝利にゃ。ホームランお願いにゃ。油断しちゃダメよ。次は4番打者だけど、さっきの回でも打ってくれてましたから信じましょう。カットバセー、おとのき、カットバセー。いい当たりです。これはホームランだ。私たちのストーリー、どんな話になるんだ。スポーツの応援なんて普段あまりしないからちょっと心配してたけど。お、マキちゃん、スポーツの楽しさに気づいたにゃ。まだ何も言ってないでしょ。まあちょっとだけ楽しさが分かった気がするわ。そんなこと言って、最後のホームランの時マキちゃんとっても嬉しそうだ。もう知らない。あ、あれ花代たちじゃない？サッカーの試合のハーフタイムのようですね。応援合戦の拍手が聞こえてきます。あ、のぞみちゃん最前列だ。かっこいいな。リンもやるよ。自分からやりたいと言っただけあって、かなり気合が入っていますね。頑張れ、負けるな。ロスタイムで同点、1点がどうしても欲しい場面ですね。あんなに頑張ってるんだもの、きっと大丈夫。マキちゃんその意気にゃ。ゴール前、シュートのチャンスです。いけー。あ、外しちゃったにゃ。残念ですが仕方ありません。まだ時間はあります。頑張って。惜しかったですが今一歩及びませんでしたね。悔しいにゃ。うん、選手の人たちもすごく悔しそう。そうですね、真剣に取り組んでいるからこそ悔しさも相当のものでしょう。あれ、ニコちゃんがこっちに向かって走ってくるにゃ。あんたたち、ほのかを見なかった？ほのかですか？見ていませんが、ほのかがどうしたのですか？しょうがないわね。3人ともになるんだろう。まったく、ほのかと来たら応援する競技の開催場所を間違えるなんて。ごめんなさい、高跳びと幅跳びを間違えてて。まあまあ、ギリギリだったけどこうして間に合ったんだし。いいえ、許さないわ。この2個を走らせた分、誰よりも頑張って応援するのよ。もちろんだよ。
ちょっと疲れちゃったのかも。もしかしてさっきのサッカーの試合で勝てなかったことですか？え？わかりますよ。あんなに頑張ってたのに勝てなかったなんて悔しいですよね。ダメね。頭ではわかってるんだけど、なんだかモヤモヤしちゃってちょっと楽しいかなって思ったけど、やっぱり私応援とか向いてないのかも。そんなことはないと思いますよ。リンが言っていたことを覚えていますか？リンが言っていたこと？頑張れって思う人に頑張れって言うんです。悔しいと思っている人と一緒に悔しいって思うんです。諦めないで、まだもう一回チャンスがあるよ。落ち着いて頑張るにゃ。きちんと一生懸命に応援ができているからこそマキも悔しかったんですよ。うん。あ、マキちゃん疲れちゃった？よーし、リンがマキちゃんを応援しちゃうよ。本当だ。よーし、私も応援しちゃうよ。頑張れマキちゃん。二人とも私を応援しないで選手を応援しなさいよ。へえ、リンはマキちゃんと一緒に応援したいやん。じゃあ一緒に応援しましょうか。せーの、頑張れ。あなたが応援してくれるからどんなことも大丈夫って思える。どまーい、次よ次。サーブ入るよ。ファイトだよ。そうね、からしょー、サービスエースよ。いけるいける、この調子で追いつこう。すみません、部員の子に試合の相談をされまして。あ、アミちゃん、もう着替えたんだね。ええ、会場が思ったよりも遠かったので先に着替えておこうと思いまして。惜しい、惜しかったよ。あと一歩、あと一歩よ。気合い入れていくわよ。ナイスプレー。白熱していますね。試合はどうなりましたか？今1対1の3セット目の後半、スコアは大健闘ではありませんか。1試合目もここから逆転したのです。きっと大丈夫ですよ。そっか、そうだったにゃ。ねえ、タイムアウトのうちに応援席ももっと盛り上げようよ。それならのぞみちゃんの出番だね。よし、うちも気合い入れていくよ。まさかここであれをやるの？ありがとうございました。みんなかっこよかったよ。素晴らしい試合だったわ。みんなお疲れ様。まだここで終わりじゃないわよ。気持ち切り替えていきましょう。マキちゃんの応援もすっごく気持ちが入ってたにゃ。そうかしら、無我夢中だったから。うん、すっごく頑張れって気持ちが伝わってきたよ。そうですね、バレー部のみんなにも伝わっているみたいですよ。ほら、見てください。お、みんなが手を振ってくれてるにゃ。ありがとう。みんなと一緒だと大変なことも乗り越えて、やっとお昼にゃ。お腹ペコペコにゃ。少し風が出てきてくれたおかげで気持ちいいわね。外で食べるお弁当ってなんだか特別な感じ。そういえば運動会のお弁当は特別でしたね。小学校の頃を思い出します。ほのかちゃん、今日は特別にパンなんだって喜んでたよね。懐かしいな。今日もパンにしたんだよ。みんなでおかず交換しようよ。賛成。うちのタコさんウインナーとこっちの卵焼きに交換しない？いいわよ。あ、このタコさんちゃんと目が入ってるのね。心たちにも今度真似して作ってあげようかしら。きっと喜ぶわよ。私ものぞみに教えてもらってアリサのお弁当に入れておいたの。そういえばあっちの競技場も静かになったよね。ところは中学生たちもお昼なのかな。そのようですね。そういえば午前中の競技を見学に来ている子たちがいたわね。音の木坂の活躍も見てくれてる子たちがいたら嬉しいじゃん。そうね、
選手のみんなの頑張りを見ればきっと音の木坂のことも好きになってくれると思うわ。勝ち残っている競技を確認しておきましょうか。そう思って本部に張り出されていた分をチェックしておいたわよ。マキちゃんさすがガチャ。バレーボールは2回戦に勝ってもしかしたら優勝できるかも。サッカーは1試合終わって勝ち点順で決勝戦。音の木坂はうまくいけば3位は狙えるみたいよね。陸上部と剣舞の子がかなり活躍してたわよね。大健闘じゃない。陸上の種目もいくつか1位を取れてるみたい。午後の長距離走とリレーもいっぱい応援しようね。うん、同じクラスの子が出るし思いっきり応援するぞ。長距離走もリレーも応援に背中を押されると言いますよね。いいレースになるよう私たちも頑張りましょう。よー